どうも斉藤紳士でございます。はい、今日はですね全金企画でございますけれども、僕の好きな爆笑問題カーボーイについて、あれやこれや語りたい、ぜひ聞いてくれというですね、今日は動画を上げたいなと思うんですけれども、僕が爆笑問題カーボーイ何が好きかというと全部好きなんですけれども、まずオープニングトークございます。オープニングトークで語られることって何かっていうと、太田さんの、くだらないボケ、随所に見られます。くだらないボケ、を言います。それから一番最初の挨拶ですね、どうも皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二ですって田中さんが言った後に、誰々の友達の誰々ですとかって言うんですね。これが時事ネタにちゃんとなっていて、そこから広がって、オープニングトークがバーンと広がります。で、頭のいい方ですから、太田さんという方は非常にくだらないですね、親父ギャグみたいなのを言っていたかと思うと、突然真面目に太田こう思うみたいな感じで語り出す時もあるんですね、かと思えば、ただただ田中さんを叱責してるだけの時もあります、この間も面白かったですけどね、時事ネタを全然終えてない田中さんに対して、お前爆笑問題だろうがよって言ってましたけどね、面白い、そういうようなオープニングトークがございまして、その後あるのがですね、今週の思っちゃったというコーナーがございまして、思っちゃったんだからしょうがないっていう前はコーナーだったんですけれども、裏番組に星野源が来てですね、焦りを感じた、ディレクターさんがですね、今週のとつけて、できるだけだって今週のとつけなかった場合はですね、森進一を見て思っちゃったとかね、森重久弥を見て思っちゃったとかね、キャシー中島を見て思っちゃったとかね、全部題材が昭和だったりしたんで、ちょっと今の色がないということで、ディレクターさんが急遽今週の思っちゃったにしましょう、今週なんかニュースを見て思っちゃったにしましょうっていうような風に変えた、今週の思っちゃったというコーナーがございまして、これは非常に面白いコーナーでございます。で、その後いろんなコーナーがあってですね、 CD 田中というコーナーがあるんですけど、僕はですね、この CD 田中をぜひ、推したい、というのはですね、他のどんなラジオ番組を聞いてても、ないコーナーで、優秀なコーナーなんですね、非常に。で、僕はラジオ史上に残る、コーナーだと思います。どういうコーナーかというとですね、既存の曲がありますよね、何でもいいです。もう日本にある曲、サザンの曲でもユーミンの曲でも何でもいいんですね、バンプオブチキンの曲でもいいです、何の曲でもいいんで、童謡でもいいです、曲に田中さんのセリフを合わせるというだけなんですけども、田中さんのどのセリフを合わせるかというと、その放送回より過去の放送回、まあ基本前の週の放送なんですけどね、の2時間なら2時間の放送の中で言った田中さんのセリフっていうのを聞いてですね、何時何分頃に田中さんが言ったこのセリフっていうのに、曲をつけて見事合わせて一つの作品にするというコーナーなんですよ。で、僕ももちろんそのコーナー採用されたこと何度もあります、はい、で、どういうふうにやるかというと、例えば僕はね、聞いていてある日はっと思ったのがですね、それしょうがないよ、それもしょうがない、もう生理現象だからね、それしょうがないよ、それでふんふん言ってたのって田中さんが言ったセリフがあったんですよ。それをふんふん言ってた、ふんふん生理現象って思った時に、奈良の春日野っていうね、吉永小百合さんの奈良の春日野青芝にっていう歌があるんですよ。腰を乗せば鹿のふんっていう、ふんふんふん黒豆よっていう歌があるんですよ。これはもう昔流行ったんですけどね、さんまさんとタモリさんが言って、で、このふんふん言うじゃないですか、ふん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 黒豆よって終わるんです、最後ね。で、その後に、それ生理現象だからしょうがないよ、それでふんふん言ってたのっていうセリフをはめたらめっちゃハマるでしょ。それを思いついて僕が送ったらもちろん採用されました。そして、毎週だいたい5作品ぐらい紹介されるんですけど、その中にで、めちゃめちゃ面白かったらですね、殿堂入りっていうんですね。田中さんがちょっと面白いなと思った、キープみたいな感じで思うような作品はテープ入りっていうのがあるんです。で、殿堂入りは正直毎週出るかといったらそうじゃないんですよ。田中さんが本当に面白いと思った時しか出ないので、1ヶ月に1個か2個ですかね、ペース的に、ぐらいしか出ないんですけども、
で、その殿堂入りっていうのを大体2年に1回ぐらい殿堂入りスペシャルっていうのをやるんで、ぜひその回だけでもいいんで 見てください。聞いてください。面白いので、はい。でちなみに僕はそのさっきの奈良の春日ので殿堂入りを、したことがあります。僕殿堂入り2回しかしなかったんですけどね、面白いんで、その CD 田中というコーナーをぜひ、ね、聞いてもらって、で最後にですね、大穴予想とカーボーイ大穴予想というので、今週あったあるんじゃないかっていうようなのをあらかじめ予想してメールしてるっていうね。だから、さっき言ったように最初の太田さんの、誰々の友人の誰々ですみたいなの、大体時事ネタを言うので、太田さんはきっとこんな挨拶を冒頭でするとかね、ゲストで友近が来るとかね、そういうようなことを、あらかじめ予想しておいたメールが実は的中するっていうことがよくあって、僕も一回的中させたことあるんですけども、そういうようなねコーナーがあったりするんで、2時間たっぷり、面白い番組なんで、ぜひ爆笑問題カーボーイ、聞いていただきたいなという、今日はただただファンがですね、爆笑問題カーボーイを聞いてくれというだけの動画でございました。どうもありがとうございました。